皆さん、いつもお世話になってます立花です。今回なんですけども、セブンイレブンでこちらを購入してきました。じゃーん、よいしょ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 。今回はこちら、蒙古タンメン中卒汁なしカレーマサラ麺購入してきました。この人が中卒ってこと？今日たまたまセブンイレブンさんの方にお邪魔したんですけども、たまたまね美味しそうなのがあったんで購入してきちゃいました。蒙古タンメンさん、これ10月6日の新発売の商品なんですか？いやー知らんかったわー。私その新作の情報とか全く知らないんで、まさかこれ新商品だったんですか？今回こちら3袋購入してきましたので、こちら大食いしていきたいと思います。これ最近ほらレジ袋の有料化始まったでしょう、コンビニでも。ですのでね、最近私もこうやってエコバッグ持ち歩いてるんですよ。あらー、これあたしんちトートバッグじゃないですか。あたしんち16巻特装版限定の付録のあたしんちトートバッグってことですか？かわいいでしょう。ほら顔、こっち側がお母さんの顔になってて、裏返すと後ろ姿になってるんですよ。あら、最近はね環境に気を使ってエコバッグ持ち歩いてます。ということで本日の動画は蒙古タンメン中卒汁なしカレーマサラ麺を大食いしていきたいと思います。じゃあ早速調理します。はい、それでは早速調理していきたいと思います。中身こんな感じになってて、蒙古タンメンのあの激辛ダレがついてて、でこちらの麺を上にして電子レンジ対応のお皿に乗せてくださいって書いてありますね。こちらのタレは電子レンジで加熱しないように注意してください。はい、こんな感じでお皿の上に乗っけたら600ワットで6分です。いってらっしゃい。はい、2個目。はい、3つ目。とてつもなくいい匂いがしてきました。よいしょ。見た目ミートスパゲティみたいですね。かき混ぜて、とてつもなくいい香りがしてきました。激辛ソース入れます。うわうわうわ、なんか卵入れたら美味しそうなんで真ん中に卵入れます。とてつもなくカレーのいい香りがしてます。サムネはこんな感じで、よいしょ。冷めちゃうんで早速いただきますね。真ん中には卵を落とさせていただきました。まあ普通の部分からね、いただきます。なにこれ、あら辛うまカレーに極太麺がよく絡んで美味しいんです。私結構蒙古タンメン好きでよく食べるんですけど、あの通常の蒙古タンメンとは違った辛さ、カレー風味の辛さって感じでとっても美味しいです。あの普通の蒙古タンメンしか食べたことないんで、味に新鮮味があって美味しいんです。こんなちっちゃい可愛いジャガイモが入ってるんですけど、結構シャキシャキしてますね。卵を割りほぐして、ほら黄身がしっかりと絡んだ状態でいただきます。まろやかで美味しいんです。卵と絡めたらすごいまろやかになって美味しいですわ。あとはやっぱカレー味なんでチーズとかも合うと思います。でも結構辛いですね。でも辛さの中に旨味ありってことでしょ。一時期蒙古タンメン中毒になってた時期が私にもありました。蒙古タンメンさんのカップ麺初めて食べた時は衝撃でしたわ。だって辛いのにあんな美味しいんですもん。ただ私そのラーメン屋さんの蒙古タンメンにはまだ行ったことなくて、いつかねお邪魔したいなって思ってるんですけど。なんでも蒙古タンメン各店舗で今カレー祭り開催中なんですか？なんでも専用のカレーポイントカードでポイントを貯めると限定グッズがもらえるんでしょ？なるほど、だから今回こちらの商品発売したんですね。いやー蒙古タンメンさん一本取られました。カレー祭りの正式名称は中本の華麗なるカレー祭り。いやー持ってますね蒙古タンメンさん。思わ
わず足を運びたくなっちゃいました。くっそ、もう一度解きます。チャンネル登録よろしくお願いします。